午後1時55分より東京2020オリンピック聖火リレーミニセレブレーションを開催いたします。観覧の皆様にご案内いたします。本日のミニセレブレーションは新型コロナウイルス感染症対策を徹底し実施いたします。体調が悪い場合や感染が疑われる場合は観覧をお控えください。マスクの着用をお願いします。マスクを着用しない方は観覧をお断りする場合があります。大声を出さずに拍手による応援をお願いします。適切な距離をとってご観覧ください。密集している場所でのご観覧はご遠慮ください。法隆寺境内は観光のお客様もおられますので、通路を開けていただきますようよろしくお願いします。その他現場スタッフの指示に従うようご協力お願いいたします。過度な密集が発生した場合は聖火リレーが中断する場合があります。聖火リレーの走行の模様はインターネットのライブ中継で視聴することができますので、沿道の密集を避けるためなるべくライブ中継でご覧いただきますようお願いいたします。南大門からセレモニーエリア、東大門までの石畳は聖火ランナーの走行路となりますので、荷物を置いたり走行の妨げになる行為はお控えください。ミニセレブレーションの開始は午後1時55分を予定しております。ご観覧の際は新型コロナウイルス感染症対策にご協力よろしくお願いいたします。それをちゃんと区切ってやっときなさいって言うから、そうでしょ、それが当たり前です。それやったら最初からしときなさいよって言ってる。今更くだらんでもあれやろな、分かるやろ。それをどうやったらそうしてやるですから、最初からしときやって言う。今更言ったらおかしいやろ。何日もどらんやろ。なるべくじゃないやろ。